ソウル南港米空軍の墓参基地で4日、米中攻撃機の前でダウンジャケットの男性が生中継していた。ここから非武装地帯 DMZ まで戦闘機に乗って数分。北朝鮮によるさらなる核実験はいつでも起こり得る状況です。米三大ネットワークの一つ NBC の看板キャスターレスター・ホルト氏だ。トップニュースとして、トランプ政権は対北先制攻撃論も排除しないとしているとも伝えられた。米メディアが大物キャスターを投入した事実を韓国各紙が衝撃をもって報じた。米国と北朝鮮が対峙する最前線に置かれている現実を突きつけられたからだ。韓国は今大統領不在という政治的に不安定な時期にある。朝鮮日報は社説で国の運命を左右しかねない重大問題が密かに検討される中、当事者の我々が状況を知り得ないとすれば異常事態と言わざるを得ないと警鐘を鳴らした。在日はさっさと帰国しろ、祖国の危機だぞ。北幕よりここで普段生きがっている在日が手のひら返して命乞いをするところを早く見たい。トランプをオバマの弱腰と同じと考えていたら北は一気に滅ぼされるぞ。口より手が早いのがはっきりしたからな。北が韓国大統領不在の隙を狙って仕掛けれないように完全に釘を刺した。これで北が不穏な行動をすれば先制攻撃をする理由付けまでできたからな。北は韓国にミサイル撃ち込むより日本の米軍基地を狙ってるだろ。韓国だけの問題ではないことは確かだ。チャンネル登録お願いします。ご意見あればコメントお願いします。グッドクリックしてもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。